今日縦画面にしよう。いつもこう横にするからこうコメント見ると傾いちゃうから、今日は縦。こんばんは、サチサチ、サチそうでしょ。サチそうな絵文字じゃない。私がこの黄色いお花を使うときはあのこういう感じのイメージ、こういう感じのイメージのときに、こういう感じのスイスイが出てるとき黄色いお花使います。配信楽しみにしてた、ありがとう、ありがとうね。あのあれですね、体調良くなってきました。すっかり良くなって、ちょっと長かったですけど、今日はスイーツ部のロケに行ってきました。だからサチナの久しぶりでしたね。最後のロケは何月だろうか、10、11とかそのくらいですかね。そうだからサチなんです。よかった、自分のペースでね。ありがとう、みんなも自分のペースでね。また美味しいの食べてきたよ。そうなの、スイーツ部のロケ、やっぱりスイーツ部はもう私の住処ですのでちなみに今日はのんびりまったり始めたので、ちょっと何時までとか決めてないんですけど、まあ1、2時間くらい話すよ。1、2、何系のお菓子なんかね、今回はね、私まだ全然完成して、なんかどんな構成になるとかわからないんですけど、なんか今回は友情物語みたいな全然違うけど、すごいなんか笑いあり、いい話ありみたいな回でした。スイーツ、なんて言ったらいいのかな、なんかね、果物とスイーツとっていう感じです。今回はこんばんは、さっき前のスイーツ部動画見てました、食べたいですって。ありがとうございます、見てくださって。今日見てくれたかな、私はちょうどロケだったので録画して。すごくない、こんなさ幸せなスケジュールある、スイーツ部のあのテレビを録画して家を出てスイーツ部をしてくるっていうマルリカフェ美味しかった、ああよかったよかった。そう、一人です、おしゃれー。もちもぐ食べた、もっちゃんのやつですね。スイスイありがとう、放送見た、ありがとうね。はじめまして。ね、江口団子さんが最初のロケだったのって、江口団子さんが最初のロケです。そう、同じ日にラ・マドレーヌ・ドゥ・ゼームさんもお邪魔させていただいたんですけど、江口団子さんが先でした。みたらしプリン美味しかった、楽しかったんで過去のスイーツ部動画全部見てから食べに行きます。ありがとう、嬉しい、とても嬉しいです。
東京で見るには、東京ね、そうだよね。YouTube で上がっているのを100回くらい見てくれたら、新潟で見るのと同じくらいになります。モッサンと同じ胃袋界隈、モッサンって呼んでるの？モッサンと同じ胃袋だね。江口団子さん行ったことある？本当？また行きたいですね。スイーツ部で訪れたお店全部また行きたい。そうなの、そうそう、あの初めてのロケした時がもう服装でわかると思うんですけど、半袖だったんですよ。だから結構前だなって思って、だってもう衣替えしてから何ヶ月経ったかわからない。あ、モッサン指モッサン指怒っちゃうからダメみたいです。注意。みたらしプリン今車にあります。え、なんでなんでなんでみたらしプリン車にあるの？何その状況、いいな、私も言ってみたいドーナツ買いに行こうって、ドーナツ買いに行こう。そう、私マルリカフェさん行きたいんですけど、もうめっちゃコンディション整えて、そのマルリカフェさんに行くために早起きの練習をしようと思いました。あのすぐに売り切れちゃうってファンの方から聞きまして、みんなが教えてくれるの何件も。長岡駅からチャリで1時間かけて行ったの？1時間も漕いで、じゃあ帰りも1時間漕いで、うーん、そうなんですね。45度さんに私が、あ、プライベートでプライベートで行った時みたい。あの電車使って駅から歩いたんですよ、真夏に。クラクラしましただから車で行くのをおすすめします。そう、今日はこの服で行ったんだけど、寒かったから上着着てました。この服で行ったんだけどっていうか、襟しか見えてないよね多分。テレビと YouTube は内容は同じだけど、なんかよりパワーアップしたバージョンの編集をしてくださって、それをテレビにポンと流していただいてるので、そう、ドゥーゼームの奥様がなっちゃんお菓子作るの上手だったねって言ってたよ嬉しい、やったー。そう、なんかね、ラ・マドレーヌ・ドゥゼームさんファンの方が聖地巡礼してくださって、私のお話をよくしてくださるみたいで、その時に「あ、お菓子うまかった子だよね」って言われたよとか聞くんですよ。それが嬉しくって、嬉しくって嬉しいです。マルリカフェさんは予約してから行くといいよって、あ、予約できるんだ。あそこまでチャリは強いって。1時間チャリ、平日なら売り切れまだ遅め。本当？私がさ、開店前からマルリカフェさんに並んでたとするじゃん。そしたらなんかファンの方と一緒に並びそうじゃないあ、こんにちは、ドーナツですかみたいな状況になりそうな。クラクラだけにって、クラクラだけに。45度よく歩いて行ったよね。え、そうだよね、意外と長かったです。でもまあ運動と思って、本当はなんかバスとかで行けたらいいなって思ってたんですけど、知らない土地のバスをなんか見つける方法が分からなくて歩いた。
そうだね、オープニングも追加されるからそこも見どころです。車で行ってもかなり遠かった。私はその道をテク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 歩いてたどり着いたのです。そう、フランボワーズさんははるちゅんのママが車で乗せてくれました。ネックレス？これはプレゼントじゃなくて、結構前に我が家にやってきた子です。なっちゃん、襟がある洋服好きだよねってよくわかりましたね。私は襟をつけたがる人です。最初本当はこの服じゃなかったんだ、この服じゃなかったんだけど、昨日そう決めた、これで行くかって。こんばんは。推しが列にいる、ファンは振り出しに戻る。配慮してくれちゃって、最後尾になってドーナツ売り切れちゃう、それちょっとかわいそうだから。でも確かに自分だったらどうするかな、並んでて前に推しがいたら。自転車で行けるよ、45度1時間。自転車で1時間の道を私は歩いたっていうこと？まあでもその時チーズケーキ食べれるワクワクってしてたから全然大丈夫でしたけど。フランボーズさんの月ちゃんのサイン写真撮った、ありがとう。あれちょっとね、バランスミスっちゃって書き直したいんですけど書き直したいですね。フランボワーズの店長さんからいろいろ聞きましたって。何聞いたの？フランボワーズの店長さん、ファンの方ととっても仲良しのイメージがある。はじめまして、こんばんは。こんばんは、はじめまして。今日髪型はねじねじピッてしただけ。ここはウェーブのミックスでも、ロケが終わって帰ってきてからこの髪の毛のままこう綺麗にこうやって寝た寝ました。だから今おはよう配信。うん、白い服っていうイメージ確かに。下はオフホワイトでここにリボンがついてるの、ワンピースで。ほらこういうの全然映らないけど、今日真っ白だったんですよね。そう、私たまに真っ白になるんですよ。白い洋服が多いっていうのもあるけど、レッスン着もたまに真っ白になって、真っ白で劇場に入ることもある。はじめまして。待って、どこのお洋服だっけ、これどこのお洋服だったっけ、ちょっと後ろ見てくれないよくママにやってもらうやつ、ちょっと後ろタグ見てくれないって。今見る人が私しかいないから、しかももしみんなが見れたとしてもこうやってタグ見てくれないって言ったら、みんなこうやってって一斉に見てくれそうどこだっけ、どこだろう。
この土日マルリカフェまで歩こうかなって。お水4リットルぐらい必要なんじゃない？そう、フランボワーズのマスターさんすごい詳しいですよね。嬉しい。 NGT48 大好きで言ってくれてて、ずっと前からすごい嬉しいんですよね。綺麗に寝れたそう、私ね、寝方綺麗なんですよ。寝方綺麗で、そう、スイズ界隈で有名なんですけど、寝方が綺麗なんですよ。寝相がいい。水曜日公演が当たったらマルリカフェさん劇場来てくれるって。え、本当？水曜日17、18、19、20、21、本当ですか？え、すごい、感動の再会パート3。なつきちゃんがフランボワーズ行く少し前に行って店長さんに紹介しておいた。ありがとう。そう、みんながマルリカフェさんもそうなんですけど、なんかね、グッズを持ち込んで置いてくれてたみたいで、ファンの方が。店内に夏希の写真があるみたい。嬉しい。アンジュさんから夏希ちゃんのことは聞いた。なんでなんでなんでだ。髪にもリボンを。今日はお花、髪はお花でした。お花配信。だから今日はそんなに眠そうじゃないのかって。ね、いつも眠たそうだもんねそうなんです。なつきちゃんらしい服。あー、でもわかる。私よく言われるんですよね。お母さんとお洋服買い物してる時もいつも同じようなの手に取るねって言われるし、なんならこの間、ちょっと前かな、洋服実際に買いに行ったんですけど、店員さんと相談しながら、これもいいです、これもいいですって見てたら、やっぱりそういうのなんですねって初対面なんだよ、初対面なんだけど、やっぱりそういう感じなんですねって言われたから、本当に多分同じような服に惹かれるのかな。なになに、中井ってタグついてる洋服。寝方が綺麗でいいことです。隣の人を蹴ったりすると怒られます私蹴られる人でした。ちっちゃい時、弟のね、手とか足とかが顔に飛んでくるんですよ。跳ね返すんですけど、また飛んでくるんです。かかと落としされた時は泣きそうでした今夜0時からパーティーが始まるよ。声の申し込み始まるよ。あ、教えてくれてありがとう。始まるよ。私フランボワーズさん、そうですね、1回しか行ったことなくて、ハルチュンと行ったその1回だけ。夕飯は食べてないですね。そう、アンジュさんが着てた衣装を私が着させていただいてて、あの時衣装、アンジュさんの衣装、なんか大体アンジュさんの衣装をお借りしてるんですけど、あの、なんて言ったらいいか、千鳥柄の赤、あの、伝わるかな、赤いやつ、可愛いやつはユナコさんのお借りしてて、シソシナの新時トリコロールはリカさんのです。いろんな先輩の衣装をお借りしてます。
さつきの服の系統はオタク側からもなんとなくわかるよ。本当？そうですか。でも確かにわかりやすそう。私それすごくわかる。選んでも服の系統がどうしても偏る。だよね。やっぱ好きなの着れるのが一番いいです。好きな服の傾向が似合ってるから勇気って、え、よかった、よかったです、嬉しい。まあ、先になつきちゃんの X フォローして、え、ね、そうそう、嬉しい、嬉しいです。今そう、私たち昇格させていただいた3人がアカウント始めたんですけど、まだフォローとかいいねとかができないから、できるようになったお仕事でご一緒させていただいた方とか一気にこうやってフォローしたいなって思ってる。そう、たこ焼き屋やった時ね。たこ焼き屋はやってないんだけど、そうそう、アンジュさんと身長同じくらいです。ちょっと左足しびれた。あ、感覚がもうない。大丈夫ですか。足が感覚ないくらいしびれたら焦るよね。ちょっと置いとこう、このまま。そう、リカさんの石、あのね、どん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 ね、サイズがちっちゃくなっていったんです。一番最初どんなのだったかわからないんですけど、フィッティングしてて、ゲネプロの時かな、ゲネプロの時に1着目フィッティングして、すっごいブカブカでベルトがもうこうワンワンってなって、最終的にあのすごいなんかずれてたらしくってベルトの位置が。で、じゃあゆなこさんのにしようってなったんですけど、ゆなこさんのもちょっとあのずれちゃって、でそしたら本番でリカさんのになってました。リカさんって身長いくつなんだろう。そう、ちょっとフォローできないんです。なつきちゃん、後輩ちゃんのメール取ってなくて、だからすごい見たくて気になるんです。足さん大丈夫ですか。大丈夫です、気にしないで配信していいですよ。ありがとうございます。でもまだ感覚ないけど大丈夫ですか。大丈夫じゃないです。HKT ファンで推しの卒業でさまよっていたら、知り合いから NGT をおすすめしていただいてハマってます。おお、ありがとうございます、嬉しい。それはとっても嬉しいです。私 HKT さんも大好きですよ。ぜひぜひ NGT のファンの皆さんもとっても温かいのでウェルカムです。そう、マーメイド座りしてたら足しびれちゃった。あ、わかる。寝てる時の腕も焦るよね。なんかね、私はたまにこう寝れない時に手を下にして寝たら寝れるんですけど、どうしても寝れない時ね。で、腕をこうやってやって寝ると、朝起きた時に腕の感覚がなくなってこうやってやる。初見です、ありがとう。おお、リカさん156センチ、同じくらいだ。スタイルが本当にいいから100同じくらいと思えない。なるよね、腕なんか変な感覚にならない。あの時プラーンって、腕ないってなるよね。わかる。
アンナちゃんのメール、バレンタインの日になっちゃんのこと書いてあったよ。待って、気になる気になりすぎる。そう、アンナちゃんがバレンタインで告白してくれたんですけど、私もうあれはもう自信満々でしたよ。これはもらえるぞとこれは確実に私アンナちゃんからもらえるのではないかと期待してましたから、本当にくれて嬉しかったです。そう、自信満々だったでしょそうなんです。今お山座りに変えたら、あのジンジンタイム、こっちも自信満々でもらえると思ってた。本当？そうなんです、もらえました。うう、しびれる、しびれる。ちなみにれいちゃんと庭のちゅう、お、本当ですか、しびれる。去年なっちゃんがはるちゃんにプレゼントしたみたいなって、懐かしい、思い出しますね。座布団とかないのって、あのね、丸いふわふわのピンク色のさ、クッション座ってるんだけど、しびれた。うっ、足が戻ってくるときもしびれる、わかる。そう、感覚戻ってくるときにしびれるよね。なつきちゃん頑張って戦いますね。ファン、といといって呼ぶの、ファンなんだろう。そう、私呼び方がいっぱいあるんですよね。スイスイがデフォです。スイスイがデフォで、シュイシュイとかチュイチュイとかトイトイとかトイーティーとかあります。どれでも呼んでくださいこんばんは、こんばんは。困ってるお顔しびれと戦ってるお顔すみません、しびれと戦ってるリアルな部分をお見せして足しびれて痛いアイドル。あ、スイズヒュン。そう、私はね、スイズは推奨していなくて、呼び方のスイズって言ったらはいってなるからシュイシュイ。あ、なっちゃんもある。なっちゃんも嬉しいですよ。なっちゃん、トイトイ、プイプイ。あ、プイプイもあるね。さやまるちゃんのスイスイ指ね、えかわいい、スイスイって言ってくれる。あ、しびれが治ってきました。旦那こんばんは。ズイズイ、ズイズイはあの角生えた時の私ね。でも嬉しいんですよね、ファンの方がシュイシュイって言ってくれるの嬉しい。トゥイ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 はもともとマッシーさんが言ってくださってて、それで気づいたらたくさん皆さん言ってくださってました。トゥイトゥイ、みんなはなんて呼んでる？こんばんは。 Wi-Fi?Wi-Fi? トゥイトゥイ、はじめまして。ね、そう、先輩いろんな呼び方してくださってて、もう時と気分とかによって変わりますよね。 HKT ファンなのでさやかちゃんと仲良くしてくれて嬉しいよ。ありがとうございます。私も嬉しかった。そう、さやまるちゃんまた会おうねって約束したから、いつか会えるように。私個人的にはもう勝手に話すんですけど、別に何も決まったとかじゃないけど、畑
歳になったら、そう同い年だから二十歳になって、そしたら会いに行きたいなって、一緒にご飯食べたい。ななみんがトイトイのイメージ、確かにトイトイって呼んでくださってますね。こんばんは。夏丸って呼ぼうかな待って、なんでなんでさやまる、さやまる夏丸ってこと。そう、私九州行きたいので、個人的に今じゃで福岡行きたいので、ずっと行きたいのだからね。そう、観光してさやまるちゃんに会って、でできたら最高のプランだな。福岡いいですよね、素敵な街。そう、誕生日5日違いなの、近いでしょ。福岡はいいところだよって。行ったこと1回だけあります。飛行機一人で飛行機一人で乗れるよ、多分乗れるよ。ね、美味しいものいっぱい。出張公演したいですね。私 HKT48 劇場行きたくて、まだ実際に見たことないんですよね、 HKT48 劇場。さやかちゃんも佐賀県にいるから福岡に呼び出したらいつでも来てくれる。お、そうなんだ、そうなんだね。新幹線は一人で乗れる、乗れるよ。こんばんは。そういえばみゆみゆがなっちゃんはいるだけで存在があざといって言ってたぞって。みゆみゆさんもですよそう、私の話してくださってたんだ、嬉しい、嬉しいです。推しドリンク知ってますよ。推しドリンクがロビーで買えるみたい、 HKT さん。え、もって言った私え、無意識だ。ちょっと待って、取り消し取り消し。あざとい人にあざといって言われるってことは、つまりそういうことですね。どういうことですかどういうことですかね。みみさんがの存在があざとい焦った焦った。録画したスイーツを見るよ、ありがとう、ぜひ見てね。4期生でライバルになりそうなあざとい子、え、でも4期生初めての告白すごい上手だったよね、すごかった、私わっってなった。かわいい、みんな照れててかわいいそう、なんとまた優勝してしまいました。あんま見ないでねあんまりアーカイブ、その部分はちょっと飛ばしてみて。優勝おめでとうございますありがとうございます。
もうあのスタバの券をもらったんですけども、本当にみんなにあげる、本当にちょっと2年連続は、私あのあそう私ね、もちろんご褒美嬉しいんですけど、スタバを目的にやってるわけじゃないのでそうスタバ絶対にゲットしてやるぞおーってやってないからね。そうだからもう本当に頑張った4期生ちゃん飲んでほしくって言ってみたんだけど、いやいや連れて行ってくださいって言ってくれて、あげるよって、私4期生ちゃん赤ちゃんだと思ってるので、去年のはどれくらいで使い切ったんですか？1年かかりましたね。去年実はそうあのカードでハルチュンとハルチュンママの分とかも買ったんですけど、それでも1年かかりました。なんかご褒美の時とかに買ってたらそうなった。うん、しかもあのメリーちゃんが2部最後の告白だったんですけど、この告白で優勝したらひのさんとご飯に行く約束をしましたって聞いた時に、私頭抱えちゃってどうしようってなりました。そんな約束を交わしていたのか、私は普通にやってしまったと思って、なっちゃん気まずいってなっちゃん気まずいかけてんのも気まずい、そうでもね結局勝ち負け関係なく言ってあげるよって言ってくださってたから、よかった本当にと思って。よかった。もう冷や汗止まらなかった。でも他の自分のターンの時はパーセントを見てなかったんです。なんか見るの恥ずかしくて、イケメンひのちゃん、そうなんかなんだっけな、公演の時にひのさんの告白シーンみたいな、告白シーン萌えキュンゼリフみたいなのがあったんですけど、それめっちゃ良かったから見てほしい。告白終わった後みんな元気になってたね。それだけが不安だったからね。みんな。なちゃん的には誰の告白が良かったですか？磯崎奈々ちゃん。磯崎奈々ちゃんです。個人的に。みんな可愛かったけど磯崎奈々ちゃんかな。あ、同じ部だと、同じ部だと、なっちゃん去年とほぼ同じパーセント、あ、ほぼ同じパーセント、すごい。照れすぎて燃えた。4期生誰推し、4期生誰推し、おスイスイですか？もちろんみんな可愛くてみんなすごいそれぞれ魅力があるのはもちろんなんですけど、
私が初めてあこの子好きってなったのは新澤葵ちゃんです。可愛くて出会いは更衣室のカーテンでした一緒に開けたの、一緒に開けてなんか目の前にあこんにちはってなったんだけど、そう可愛くて笑顔がとっても可愛い子、何かがいるよの前座、間違えた、何かがいるの前座してた時センターで踊ってたんですけど、あおちゃんが最初の部分めっちゃ可愛いから絶対見て、本当に可愛いからもうあれは人を幸せにする笑顔ですね。奥村桃香ちゃん出番前に4期生に必ず声かけてたのが素晴らしかった。あー素敵ですね、そういうの。私は泣いてしまいます4期生のエピソード、ときめくやつ。そうカーテン開けてなんか BGM かかりそうな感じだった。確かに関西弁の告白良かったですよね。なんだっけ、関西弁良かった。関西弁はキュンとするよね。あ、そうだ、4期生今こうやって顔認証してるんでしょ。私その現場見たことないんだけど、え、あれさ、みんなさどういう気持ちなのそんな聞いていいかわかんないけど、みんなどういう気持ちなの、こうやって iPad を向けられるの。写真見た感じ本当にがっつりこんな感じだったけど、恥ずかしいんでそれ。同い年はメリーちゃんだけです。緊張するよね、顔固まりそう あ、ピースピースしてるのこういうこと、顔認証でうん、すごいね顔認証、すごいね。顔認知して、ああ顔認知してもらうチャンスでもあるんだね。確かに。まだ4期生の受付未経験、いつまでかな。私気づいたら4期生の子が顔認証しててめっちゃ面白かった記憶ある写真流れてきて顔認証しましたみたいな、すごいそこのお手伝いできるんだって思ったすごくない、珍しいよねそこのお手伝い。私また物販コーナーに行きたいな。あ、本名がわかるんだ。タブレット側に個人情報出てるかな、どうなってるんだろうねタブレット側の画面、私も見たことないな。スイスイも顔認証してもらう、あ、私がしてもらう側か、みんなと一緒に。ね、そうだよね、物販のお手伝いとか。あ、またしびれ始めた。これからはそう4期生ちゃんがやってくれる感じかな。あ、そうなんだ、石社長のアイディア。そうなの、会議でなったのかな。顔認証をやってもらいましょう。
スイスイは売店のスタッフ任せてください。やりたいよ。あ、開演1時間前に4期生ちゃんか。なるほど。焦った。個人情報丸見えなんだね。そう、4期ショールーム審査でスイスイ好きって、そう、アナちゃん言ってくださってました。石さん、石破さんあ、石破いつきさんみたいな感じ。石和樹さんですね。確かに区切るところな。確かにそうなんだ。早めに行かないと4期生ちゃんはいなくなりそう。なるほど、そうなんだね。 ASMR のささやき声いいですね。本当よかったです。初めてやってやり方合ってるのかわからないけど。後ろに人いなかったから少しおしゃべりしてもいいですよって言われてあたあたした。そんな展開があったの。すごっ、突然のおしゃべり会。ちょっと待ってね、足痺れてるから。あれ、足が生きてないです。いたたた。初めに顔認証されるのきつい。え、なんで？きついの？え、そうみたいね。アナちゃん24時間テレビバンダイステージで披露した時見てくれてたらしい。大丈夫でした。今ジーンってなってる。ニコ生の告白やばかったです。ありがとうございます。来年まではやりませんよ。やりたくないよ来年まで。どうしよう、もしクリスマスとかあったら。ある可能性はなくはないですよね。こんばんは。4期生受付初日用事で遅めに行ったら終わってた。そうなんだね。私様子見に行きたいな。あ、左足頑張って。確かに一番最初のおしゃべり会ってさ、多分こっち側も何話したらいいかとかどうやって話したらいいかとかなっちゃうからね。ファンの方にかかってますよ。リードしないと4期生を。まあでも話してくれると。私4期生ちゃんがお話ししてるところをあんまりというか、まだ おしゃべり会がないから見たことなくて、どういう感じなのかわからないんだ。クリスマスも告白ありそうって、なんかそういう嫌な感って当たりますよね。チャットの返信見れるようになってどんな感じですか？すごいなんかね、みんなとすごくリアルタイムでお話ししてるような気持ちで楽しいですよ。ちなみにあれってファンの方同士チャット見れてるんですか？私のところにはね、皆さんからのチャットが届くんですけど。あおちゃん気になってますって言ったらスタッフさんがよかったねって喜んでくれてほっこりしました。いいねそれ。ファンの方同士は見れてないんだね。なんかこれ言っていいのかわかんないんだけど、私のチャットに私がいて
誰かわからないんだけど、私と同じアイコンで同じ名前でなんか呼びかけてて、みんなに。なんか私が起きたらもうその方が挨拶してて今日もファンの皆さん一緒に頑張りましょうみたいな感じのコメントをしてて、これみんなに見えてんのかなってすごい不安になっちゃったの。誰誰ですかバレンタインの日も、そう、今日は緊張しますが頑張りますみたいな感じのコメントが来てて、でもよかった、他の人同士見れてないんだった。そう、なんかなりすましみたいな感じの、私だ、あ、じゃ あよかった、じゃあ私と私が会話してるだけか、よかった、それは私と私ならよかった。なんかみんな騙されちゃうかなと思って。なっちゃんアイコン自分で変えられない、ああどうなんだろう、でもみんな一緒の壁車だから壁車のままでいいかな。そう、誰水槽の月がもう一人なるほどね、じゃあ私に送ってきてくれてるだけなのか。そっか、なんかびっくりしちゃって、おいなりすまししてみないでください、なりすまししないで、うん、でもよかった、みんなに届いてないってことが分かって、騙されてたらどうしようと思って。なんでこう思ったかっていうと、たまたまそのタイミングで私まだおはようって送ってないのに、ファンの方が自発的におはようって送ってくれてたみたいで届いてるのかと思っちゃった。あなた誰って打ってみたら、みんなにあなた誰って送られちゃうよそうだからね、なんか不思議な気持ち。もし見てたら正体を明かしてねなんかね、アイコンもね一緒だからね、なんか本当に私と私なんだ。逆になりすましが増えそう、あ、それはダメだ、それは絶対にダメだ、みんななりすましないでね。名前も水槽なつき、なんかね水槽なつきの後ろになんかチョンみたいな記号みたいなついてて、完全に一緒ではないんだけど、ほぼ一緒です。あなた誰って送られてきたら自己紹介しそう、確かにみんな自己紹介しちゃいそう。でもよかった、ありがとうございます、教えてくれて。それがちょっと気になってたんだけど、でもすごいみんなのコメント、やっぱりさ X に載せるってなると誰でも見れるから緊張しちゃうじゃないですか。でもあのチャットの中でこうやり取りできたら送りやすくていいのかなって思って。シャイな皆さんが出てきてくれた嬉しい。ね、しかもあのメールの返信は夜の22時を超えると見れなくなっちゃうのね、私からなんだけど、チャットはずっと見れました。チャットは何時でも見れた。だから眠れない時とかに眺めようと思って、私本当にあのめっちゃ読んでます、常に更新してるチャット。ね、そう、なんか自分が送ったのに返信っていうか、もういつでも何でも送れるから、チャットの返信見れるようになったのはグッド。
メールよりチャットがいいのかな、どうかな。チャットはもう本当に LINE してるみたいな感じ、 LINE していますっていう感じだから、私も変なことばっかり送ってて、そう、あの自動ドアの前で立ってたら開かない自動ドアで手動だったとか昨日も信号青になるの待ってたら、そもそも信号なくてなんで待ってたんだろうみたいなのをポソッとつぶやけるのがチャットですね。その返信の返信機能、返信の返信はないかな。そう、私の メールの返信は返信した人ごとツリーみたいに見れる。メールの返信、あ、名前で検索したら多分その方のメールが並ぶんですけど、基本的には送ってくれたのがこうポッポンタタンタンって並んできます。ちゃちゃっと投稿できるのがいいよね待って、これさ、ダジャレ言うためにさ星になっちゃうからわざわざピリオド入れたのちょっとそこまで本気で送ってくれたの。スイスイありがとう。メールと連携してて通知来るのもありがたい。ああ、メールと連携してると通知が来るんですね。そうそう、あとはチャットは動画も送れるけど、この1ヶ月くらいはね、なんかもうね、寝る時間とかもバラバラだったから、メール送る時間もバラバラだった。またちょっとずつね普及していきますよ、ショールームも。モバメ返信ってまだ届かない不具合治ってないですね。ドコモちゃん、ドコモちゃん、みんなが書いてくれた返信見たいよ。チャットの返信はみんなのが並ぶとワンチャン透けることもありえるのかって。ありえないです、なぜならたくさん見るからですたくさん見るからです。あ、 G メールに切り替えてたら届いてると思います。どこもどこも、あ、そう、でもなんかメール返信届かないからチャットで返信しますっていう方もいっぱいいます。ありがとう、そこまでして送ってくれて。全部見てるよ。なんかね、あげたい写真がありすぎて、なんか何に何、どれに何あげたらいいか分かんなくなっちゃった。バレンタインの時いっぱい写真撮ったんですよ、メンバーとも撮って。あの、私あんまりツーショットを頻繁に撮る人じゃないんですけど、なんかバレンタインの時はツーショット結構撮れました。そういうのをメールに載せたらいいのかな。でもあれな、難しいんだよね、皆さんの欲しいものと、なんていうの、やっぱ X に載せたらそれを保存して使うことができるじゃないですか。だからなんかツーショットを
X に載せるのがいいのかメールに載せるのがいいのかみたいな迷いどころですね。結構重複しててもいいのでいろんなところに投稿してもらえたら嬉しいです。ありがとう。え、じゃあ、え、いいですか、いろんな写真送っていいですか、これからもう時系列関係なしに。私多分送り損ねた写真山ほどあるんですよね。なぜなら寝ちゃうから起きなさいっていう感じなんですけど、なんかじゃあもういろいろ送るね今日から。自分の中で特別感ある写真は有料コンテンツ。確かにそうだね。今日千葉くんが X にエンジ服あげてたから、あーなっちゃんも X にエンジ服でしょ、読まなければよかった千葉くんにつられてコメント読んじゃったよ。いいえ、遠足は来ません。いや、じゃあ懐かしい写真送ろう。はいはい、ちょっと懐かしい写真を送ります。そうしよう。たくさん送るね。そしたらどんとこい、バッチこーい。確かに寝る子は育つね。あ、雪まつり、そっか雪まつりやってるんだ今。いいね、私も雪だるま作りたい。ドローンします。またね、またね。スイスイブラックコーヒーって飲めるのって、私ねブラックコーヒー飲めないんです。あんまりちっちゃい時、ちっちゃい時でもないな、定期的にパパとかママが飲んでるのをちょっと飲んでみていいって飲むんですけど苦い。はるちゃんみたいに半目シリーズ半目シリーズね。私あんまり半目ないんですよね。なんかあるかな、探してみようかな。でも多分半目だったら私容量で一回スマホおかしくなっちゃったからもう撮ってすぐにいらないのを消しちゃうんですよね。消す前に載せたらいいのか。クラクラね、そうクラクラの時いつもあんまり写真撮るタイミングなくって、そう残念なんだけど、もしあげてなさそうなのあったらあげます。そしたらメルカなんかに。最近はカフェ巡りできてるって、できてないの。そうできてなくて、でもちょっともういい感じに出かけられそうになってきたから、こっからまたやります。え、オーディションの頃の写真かある。え、なんかまだオーディションの時写真撮る習慣とかなかったから、あるのかな、どうなんだろう。スイスイ餃子好き、好きだよ。カフェオレは好きですか、好きですよみんないろんなの、いろんなの聞いてくれる。なんとかは好きって好きだよ。あれ、これ別に告白させてるわけじゃないですよね今なんか言ってて思ったね。さやさんの卒業までにもう一回クラクラで、そうせっかく新生クラクラになったので。あるかな、 NGT に加入したてのスイスイの。あ、でもあるかも、載せてなかったのがあるかも。月刊エンタメさんの取材の時の電空衣装の画像欲しいって。分かった。なんかね、あの時もバタバタだったんですよね、全然写真撮れなかった。
だからもう、はい、着替えて着替えて、すいません1枚だけ撮りますみたいな感じだった。だからさ、全身写真が撮れなかったんだよね、あの時は。残念なことに。そう、私多分デビュー当時が一番大人っぽいんじゃない？ね、お団子すいすい、あ、お団子すいすいあるね。あのビッグワンガールズさんのオフショットがあります。そういえば、なるほど、なんか載せたいのいっぱいありそう。カエリ先輩とネギトロは好きですか？好きです。カフェオレと俺どっちが好きですか？じゃあカフェオレで。じゃあここはカフェオレで。そう、久しぶりの展開衣装。そうなんです。NGT48 スタッフさんのチャットに月刊エンタメの撮影の時の動画が上がってました。そうなの、知らなかったです。オーディションの時に受けてたことを一緒に撮った写真があると貴重。わかる、そうだね、やっておけばよかった。で、無理ですね多分私は。そんなオーディションの時に写真撮ろうとか絶対できないな私。なんかさ、自撮りアプリとかも全然持ってなかった最初。今はもうすっかりマスターしちゃいましたけど、マスターしたかわかんないけど、なんかいろんな知識を得ました。お披露目の写真ある、ある。え、ん、お披露目、制服着てるやつ。カフェオレに嫉妬しないで。カフェオレに嫉妬してるの。元気そうで安心したってね。え、ありがとう、安心して。もう本当にね、急にね元気になったんですよ。昨日よく寝たからかな。ブラックコーヒーになら勝てるかも。確かに。それは確かに。はじめまして。はじめまして。ノーマルカメラじゃなくて自撮りアプリなのね。自撮りアプリ。オーディションの時に積極的に写真撮ろうって言ってきたメンバーっている？どうなの？わかんない。いないんじゃない？ちょっと全然記憶ないな。うん。私は結構ひっそりしてるタイプだったので、オーディションでは。急に電池切れたり。大丈夫そう、まだありそう充電。バレンタインのキューティーハニーになっちゃうみたいな。元気なの分かりました。ほんとそう、聞いて。そう、昨日からね急に体調が回復しました。よかった、バレンタインに間に合って。おしゃべり会早くしたい。うん、早くしたい。みんなとお話ししたいです。次お話できるのいつになるかな。一昨日から急に体調悪い。え？バトンタッチ？ありがとうございます。嘘です、すいません。あ、お大事にしてください。荒ぶり彗星見てなんか懐かしかった。なんか懐かしかったの？なんか既視感あった？あ、うん、ここに置くのやめよう。これカラフルペンを置いてたんです。スイスイの髪飾りかわいいね、ありがとう。お花、ちっちゃいお花、こことここに。ありがとうございます。ダンシングヒールは結構息切れしましたね、あれ。既視感って言葉知ってるんだね。そうなんですよ、
ありがとうね、知ってるんです知ってますよ。あ、そう、今日新潟寒かった。あ、ね、みんな大丈夫だった？寒かったよね。ジャメプ、なつきちゃん痩せました？痩せましたかな。1年前よりかは痩せてると思います。なんかね、1年前の写真見て、そうだ、過去の写真送るって言ったけど、成長の過程も見れるね、それ。寒くてプルプルしてました。そうだよね、寒かったよね。私もガッタガタでした。風強くて冷たかった。ごめん、ジャメブはミシカンだったわかんない、わかんなかったからいいよ。何にもわかんなかったから。月曜日は20度。もうこんなんだね、気温が。こんなんかわかんないけど、こんばんは。ちゃんと食べてね。ありがとう、ちゃんと食べるね。それこそさ、体調悪くなった時あんま食べれなかったから、それでも痩せちゃったかもね。でもなんかうまく調節できたらいいなって。こんばんは。寒いから風邪ひかないように暖かくしてねって、毛布敷いてます。ありがとう、みんなも暖かくしてね。寒いのに花火団子フラペチーノ飲んで、フラペチーノ冷たいね。あったかそうなふわふわ毛布、そう、あったかそうなふわふわ毛布でしょ。そうなんです、とってもあったかい。そう、衣装ブカブカになったんだよ一回。私もあの時はね、どうしようって思いました。なんかそう、あのスタイリストさんとかが、スイスイが蒸発してるってスイスイの成分がなくなっていくって言ってたのがすごい衝撃的だった。そう、蒸発したらしい私。後輩ちゃんからもらったチョコレートまだ食べてないんですよ。後で食べるね。そしたらスイスイ、体調は今は大丈夫？大丈夫です、大丈夫。なんかね、昨日から急に元気になったんです。ベルちゃんにスタバおごるとベンティーの話ちょっとね、その話したの誰だっけな、誰だっけ、リリノ、ルア、ハルチョ、あのそう、スタバ連れてってって言ってくれたから、えー、もう行こう行こうって言ってたら、じゃあめっちゃカスタムするねカスタムしようみたいな話しててあ、危ない、いろいろカスタムしようって言って面白かった。で、まあその時はカスタムすなって感じだったけど、いいよ別に何でもって言ったら、向こう側もネタだったみたいで、あの、いや、あの本当に大丈夫です、無料カスタムだけやりますって言って、無料のカスタムはするんだってなったフ面白かった。
ちょっとね、確かに波あった体調に。頑張る、頑張るね。でもこれ本当にね、本当にもうね、みんなにねありがとうって言いたいんだけど、私がそう体調崩す時って普通に風邪なことはあんまりないんだけどさ、なんかその時にメールとか送れなかったりしたらさ、したりしてもさ、みんなすごいエール送ってくれて、そのエールに本当に毎日救われてるんですよ。だからこんなに元気になりました。ありがとう、ありがとう。そう、今本当に元気なの。本当に正真正銘、目が元気って言ってるでしょ。バキってる。元気。スモちゃん4期生どういうこと。スモちゃん4期生、4期生のスモちゃんも狙ってますよね。ああ、そういうこと。4期生のそもちゃんね、そう、4期生のそもちゃんも狙ってますね。そう、元気でしょ。しかも今日はスイーツ部のロケに行ってきたから、なんかもう本当に良かった、このタイミングで。私あの本当に本当に昨日良くなって、急激に体調が。だからそこでバレンタインの告白も体調いい状態でできたし、スイーツ部のロケも万全な状態で行けたし、運があるんだね。ここ最近は本当に蜂に刺されたり、蜂がブンブン飛ぶ夢ばっかり見てたからめっちゃやだ。それをねメールに書こうと思ったの。だけどなんかこのメールなんか嫌だなと思って消しちゃった。そうなんです、来週の3連休はなっちゃん5公演頑張ります。5回連続公演です。頑張ります。スイーツ部があったから良くなった。それはいいこと、それはいいことですね。でそう、昨日23時に起きてからね、うん、あんま寝れなかったけど、まあその23時までを寝てたから大丈夫でした。見に行くよ、ありがとう、頑張るね、頑張ります。ちょうど元気になってきたので。そう、それで聞きたいことがあるんだけど、みんな何の髪型してほしいですか。スイーツ部のロケは基本一人ロケ、うん、基本一人ロケですね。スイーツヘアスイーツヘアってことね。え、わかる。私あのポニーテールしよっかなって思ってたところ、ちょうどハーフツイン、ハーフツイン可愛いよね。ハーフツイン、高めのツインテール。私あの時もだったんだよね、バレンタインの配信の前のチャットで髪型何にしよっかなって言った時、すっごい返信が高めツインで埋まったんだよね。でそれに触れようと思ったんだけど、始まる前にそれに触れたらなんか期待させちゃう気がしたから触れずにしれっとハーフツインで出たんですけど、ちょっと待って、笹団子でお願いします。すごいオーダーが来たね。笹団子、笹団子、ツインはやめよう。
ツインやろうかと思ったけど、なんかやめよう。何がいいかな。あー確かにストレートおろし、確かにね。例のルーレット、そう、もう使ってないんですよね。最近はなんかやりたい髪の毛がバッて思いついてたからね、使ってなかった。巻きポいいよね、巻きポかわいい。あ、サイドポニーやったことない。確かにいいかもね、サイドポニー。この髪の毛でできるのかな。できるか。あー羊さんも私好きでした、とっても。サイドポニーか、なるほどね。確かに青ちゃんになっちゃおうかな。リンゴちゃんヘアも、あクラゲもやったことない。髪伸びたよね。そう、今巻いてるからちょっと上上がってるけど、うん、サイドポニーないです、まだやったこと。あとやったことない髪型、多分いっぱいあるんだろうけど分かんなくて。あと一個面白い、やってみたい髪型あるんだよ。髪の毛でリボンを作るの。あのこういうリボンじゃなくて、あのこういうリボンが髪の毛で作れるんだって。スイクラちゃんみたいなって、スイクラちゃんみたいな、こういうやつだよね、ピョン。そう、そういうのもあるみたい。パーティーでスイートヘア以外は新鮮。確かに結構スイートヘアってもうガッチガチに固めるから、お家帰ってきたらバッキバキなんですよね、髪の毛が。でもやっぱりみんな壁車だから壁車に合わせるかな。あでも、あでも巻きたくないな、みんな巻いてないからストレート系がいい。やっぱスイズヘアを、そうガチガチのバキバキのピン、グッサグサのすごいですよ。でも髪型が自由にできるようになってから本当にいろんな髪の毛挑戦してて楽しい。また三つ編み見たい？本当？毛先付近でまとめる。今スイズヘアしてる。あでもね、意外と、あー長いか。でも意外とそんなでもないよ。ここも編むからもうちょっと上がる。意外とめっちゃ、でもね前やった時すごい長かったんだよ。こんばんは。ただなんかちょっと面白い系の髪型をして出ていくと、おばあちゃんの後、おばあちゃんで出てきた時笑いそうになっちゃうんだよね。前髪は自分できる派。前髪結構固めるかも。このまず最初にここの根元をブーって固めて、こことここ固めて、ここにシュッてやって最後にふわーってやるの。これが私のやり方。ヘアアレンジってどれくらい？30分くらいかな。いつもメイクさんにやっていただいてる時間、そのくらいです。ゆはちゃんに対抗してキャラクターで、キャラクター、何のキャラクターがいい？
チュンリーだっけ、ユーハの。チュンリー知らなかった、初めて聞きました。そう、出だしが友達で言いましょうだったから笑っちゃうムーミン、ムーミン、みんなチュンリー知ってるの？自分が男の子だったらどんな髪型にする？私男の子の髪型のレパートリー知らないな。いや、わかんないかも、わかんない。なんかさ、女の子はさ髪長いからなんかいろいろできるじゃん。なんだろう、短髪、短髪ってどのくらい？短髪マッシュみたいなやつがいい。軽めのマッシュみたいな。マッシュっていうのかな、マッシュじゃないかも、ちょっとすいません知識が足らなかった。ちょっとお兄ちゃんに聞いてみよう。でも、あ、そう、私お兄ちゃんと弟いるんですけど、お兄ちゃんと弟がどんな髪型してたかもちょっとよくわかんない。ストファイ、ストリートファイター、知らなかった、ストリートファイター。坊主？メンズの髪の毛はマッシュになる。そうなんだ、みんなマッシュを通るんだね。あ、マッシュの中でもいろんなマッシュがあるのか。じゃあ私は単発に近い、単発も合ってるか分かんないんだけど、なんかあの軽めのマッシュ、軽めのマッシュ、私が男の子だったらなんか爽やか系にします爽やか系がいい。結構ね、私の周りのお友達はセンター分けが好きって言ってるんだけど、センター分けはなんかこういうやつだよね。センター分けの、センター分けがなんか陽キャそうですね偏見、すごい偏見だけど陽キャそうですね。ナッシュ、センターパート流行ってるけどイケメンしかできないよね。え、なんで？センターパート、センター分けは韓国アイドル。でも確かにセンター分けしてる方って眉毛めっちゃ綺麗だよねしかもなんかさ、センター分けも難しそうじゃない？セットが難しそう。だって普通に分けたらこうなるじゃん。でもここをさ、こう、こうするじゃん多分。アイロンしてるのかな、それともそういう跡がついてるのかな。何ベッカムヘアって、ヘアアイロン、すごい、ヘアアイロン使うの。最近私もコテを買ったから巻けるようになったの。ずっとストレートアイロンでこうウェーブする時もストレートでやってたんだけど、それだと髪の毛が傷むって聞いたから、ちょっといい感じのコテを買って見ました。ベッカムっていう超イケメンサッカー選手がいて、みんな真似してた。へえー、そうなんだ、そうなんだね。ソフトモヒカン、ソフトモヒカン、モヒカンの主張抑えめみたいな。ベッカムが活躍してたのはなっちゃんが生まれる前。ああそうなんですね。そういえば俺のヘアアイロン、カイリちゃんどうするのそうなの、カイリさんのなんだろう、
スイスイの逸材屋の公園の髪型めっちゃ可愛かった。いつ気になる、知りたい、教えて。ダンの髪型、まあイケメンはどんな髪型してもイケメンないよ。そう、私さあんまりそのなんて言うんだろう、ドラマとかに出てる俳優さんとかでもすごい詳しいわけじゃなくて、なんかやっぱり女の子たちと一緒にいると誰がいいみたいな話になるんですけど、いつもついていけてなかったですね。いろんなセットしてみたいと思うけど失敗するのが怖くて。おお、わかる。失敗するの怖いよね。特にアイロンだと一回後ついたら戻るの難しかったりするから。横広がり系みたいな。リボンかな、もしかして。リボン、こことここにリボンつけてた時か。先生は何のヘアアイロン。ストレートアイロンはサロニアの使ってて、コテはリファのコテ使ってます。で、誰がいい。ちょ、わかんないんだよ。わかんないの。だからわかんないの。すごい。メンズの世界ですね。ヘアアイロンよりブローが大事。でもさ、この髪の長さをさ巻くの楽しそうでしょ。巻いてみたいでしょ、みんな。そんなことない。こんばんは。なちゃん、ヘアアイロンでやけどしない？ああ、ちょっとします。ちょっとしますっていうか、たまーにします。たまーに。でも基本しないかな。巻いてみたい。この前スイスイに思い馳せながら江口団子行ってきたよ。ありがとう、嬉しい。そう、みんなが聖地巡礼してくれてるの本当に嬉しくってね。ありがとう、本当にありがとう。なんか嬉しい気持ち。しかもコテも届いてからそんな使う機会がなかったから、この間のバレンタイン配信の時に初めて使ったんですよ、ちょうど。すごいよね。私も巻いてて思ったんだけど、初めてがバレンタイン配信ってすごい勇気いるはずなのに、失敗を恐れずにくるくる巻いてた。これはね、こういうニョロニョロの最後が内羽か外羽かのミックスでごちゃ混ぜでふわふわ系のなんだ。ちょっとずつ頑張ります。正式に昇格してから初めてのスイーツ部だったから、今回から髪の毛がクリってなってるよ。黒のミニマビ可愛かった。ありがとう、嬉しい。そう、あ、そう、紹介し忘れたんだけど、バレンタイン配信の時に着てた黒のキャミワンピー、なんかバルーンワンピースみたいな、バルーンスカートみたいに言うらしくって、ただのこういう感じのワンピースじゃなくて、ふわっとしてるの、丸っこくてポチャっとしてたの。そう、だからポチャっとしてるよっていうのを伝えたかったのに、何伝えたか忘れた。何にも伝えずに紹介し終わっちゃった。うんうん、ユーハのも可愛かった。一目惚れしたのって言って見せてもらって、いっぱいハートがついてた。あ、そう、このあと私 X に載せようって思ってるんだけど、リリカとトップス同じだったの気づきました？リリカと色違いだったんだよね、実は。
最初はあリボン一緒だねって言ってたら、なんかあれなんか本当に一緒じゃないってなって、そう合わせたわけじゃなくて、そうたまたまだったんだけど、エリカと同じ、全く同じブランドの同じ服の、あ同じこと言った今、色違いだったの。すごいよね。でも全然印象違かったでしょ2人の。だから色とその下に何を合わせるかによってこんなに雰囲気変わるんだって思った。初見です、よろしくお願いいたします、ありがとうございます。そうね、同時に出てなかったから、確かにそれはそう、姉妹コーデね、姉妹コーデ。あ、ベルちゃんメールで教えてくれありがとうベルちゃん。そうリリカと初めて一緒になりました。服が色と合わせるので雰囲気全然変わるね、変わりますよね。今年はコープコ混ざってる混ざってる混ざってるよ私。今年はコートはケープ風が流行りなのって、どう、コートかケープ、なんかケープが一番爆発したのって2年前くらいのような気がするけど、どうなんでしょうか。嘘、岡部凛さんに声に、似てる似てない、本当ですか。そう髪に赤いリボンつけました、あのバレンタインっぽくコープって言っちゃったコープじゃないですね。スイスイ身長は153センチ、153センチです。赤のワンポイント可愛かった、ありがとう嬉しい。そうバレンタインっぽかったでしょ。流行りとか気にせずジェスターばかり買っちゃう。私も結構流行りに乗らないタイプですって言おうと思ったんですけど、あの今年リボンのトップスニットとかは流行ってました、すいませんちゃんと流行りに乗ってました。なつきちゃんキュンです、キュンです。最近スイスに釣られてるだって、いやもう身長の、伸びてる。最近私身長を持ってるんですよ。そしたらなんかいつもと景色が違って、見える世界がちょっと高くなって、なんか楽しい、ジェットコースターに乗ってるような気持ちになります。選んだらたまたま流行ってた、あそうかもしれないですねスイスイ、うんリボンも好きだし、なんかね、そうバレンタインを意識して作ってみた。シアシャツみたいなの流行ってたから買った、おーおしゃれですね。ゆうはちゃんが少し身長伸びたけど夏希に行ってないって言ってた、あれいつ伸びたの、えやっぱり本当に、なんかなんとなく思ったけど、そうなの。 HKT で卒業したけど話し方がナッピに似てるって言われないって、言われないけど嬉しい、そうかな、どうですかね。初めて言われた、嬉しい。
そう、厚底みたいなのを履いて軽くショック受けないでいやちょっと、え、ケモ耳の生写真、ケモ耳の生写真、ケモ耳猫ちゃん、何ケモ、ケモの耳、ケモノの耳、ど、な、何出てます全然知らなかった。身長持ってアンナちゃんと同じくらいなの、ね、え、そうだよ、だってさ1センチの差だったらさ、私結構もう1センチ以上持ってたからあんな感じじゃないと思った。アンナちゃんも伸びたの、みんな伸びていく。生写真でなつきちゃんは何耳、え、何耳なのちょっと私もまださ見てなくて、どれのことを言ってるか分からなくてね。ケモ耳、155になったら小サイズじゃなくなるね。確かに確かに、ユーハちょっと上から押してあげるね。そしたらちょっと頭の形を変形させて身長1センチ、身長1センチこうやって、なんかどういう感じのつけてるの私、何色の耳ついてる縮ませる、こうやってお願いします、ちっちゃくなってください。2月の生写真第2弾が獣の耳、そうなのか、そうなんだね嘘だよ、これはやらないけど、白のクマみたいな耳、こういうちっちゃいこういうのですよね多分。猫です、猫、ありがとう教えてくれて。リボンしてますか私、それ。この際萌ちゃんも押し込んだけど時間かかりそう、萌は時間かかりますね。足の方がいく、けん玉落としみたいなあ、首元に大きなリボン、それのことか、それから先に来たんだね、なるほど、覚えてます、身に覚えある、そのだるまそしたら前がどんどんこうやって、ということは別のもあると、どうかな、どうかな、頭に何かつけるシリーズはやりました。萌ちゃんの長い足が、萌ちゃんの長い足がだるま落としされて短くなっちゃう、足は行かない方がいいですねその汗の尊重、その汗のホームラン見たくなった、わあ懐かしい、全力フルスイングでしょ、一回だけこう打ったら前で私のファンの方がこうやってキャッチしたんですよ一回そんなこともあってもう構えてるのよめっちゃ面白かった、なんか絶対今キャッチしたよねって思いながら次の振りに移動して、あれは絶対キャッチしてた、あのフルスイングかっこよかった、あー嬉しい、え、確かにその時点でホームランじゃないやん、トゥン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 、アウトですね、アウト確かに喜んでる場合じゃないや、
モグラ叩きも楽しかった。モグラ叩き楽しかった、わかる。キャッチおもろいよね。まさか本当にキャッチすると思わなかった。終わっちゃった終わっちゃった。ラブラも閉店するときこの曲鳴るのかな。箱に座ってるナム写真珍しいね。箱に座ってたか。もうね、あの生写真撮影って一気に何カット撮るんだろう、多い時で10くらい撮るんですけど、だからもう何をどういう風に撮ったとかあんまり記憶がなくて、ちょうど今回の生写真撮影の時は壁写も一緒に撮りましたね。だから多分壁写の髪型をしていると思います。ね、リバイバルも楽しかった。またやりたいですね。確かに夏の衣装ね。そう、3ヶ月、どう、もっと撮るかもしれない。どうなんだか。あ、でも3ヶ月くらいか。リリナちゃんが前に生写真撮影の動画あげてくれ、あれそうだっけ、リリナが撮ってくれたのを夏樹があげた気がするそう、リリナにお願いして撮ってもらったの。スイスイのベタベタのレスですか。うわー、なんか今のアングルさ、メイシャさんみたいじゃない。はい、光見えますか あの動画インスタに残そうかな。なんかもったいないよね、あの1回で終わっちゃったら。まだあるかな。またそんなもんじゃないでしょうあれ、スイスイはよく見えますよかったです。これ、はい、これ何スイスイ、1スイスイ。ストーリーを投稿した人は残せるね、アーカイブに。でもなんかリールとかにもしてみたいけど、ちょっとやり方わかんないな。ちょっと試行錯誤してみます。たまに公式 TikTok に撮影中の動画乗るねって。あ、乗るね。あのプリンセスの時も乗ってた。ラブユー、おラビュー。萌ちゃんがリール作るのうまかった。本当？なんかさ、普通に動画載せるだけでリールとして載るのかな。みんなでおしゃべりしていい週末だねって。いい週末だね。そう、今日金曜日なんだよ。曜日の感覚がなくなりそう。明日は私は出ないですけど公演がありますね。おお、1週間休みがあったら何したいって。今はとにかくカフェに巡りたいちょっと待って、日本語おかしい。カフェを巡りたい。やっぱちょっと遠いところとかって時間がない、ちょっと合間に行くとかできないから、一気に1週間カフェウィークにしたい。フライデーだからフライ食べた。うわー、食べてない。
私フライデーに食べてない。福岡に行きたい、それはそう、私も行きたい福岡。でも福岡に行くんだったら1ヶ月行きたい、住みたい1ヶ月私が福岡にいたらみんなと1ヶ月会えなくなっちゃう、そしたらみんな泣いちゃう。おにぎりすいすいちゃんのも予約すればよかったって。ああそうだったの、ありがとうね、美味しかったですよ。でもねもうね新潟のカフェは行きたいところはもう全部書き出してあるから迷わない。結構長岡にスイーツ部来てくれてて嬉しい。あ、長岡の方なのかな、聖地巡礼しやすい。この時期は福岡よそうです、桜もそろそろ咲くかも。え、そうなの、じゃあ私行ってきます、明日からちょっと私17日に公演出るんですよね。福岡弁マスターして帰ってきそう、確かに福岡弁。君のことが好きやけん、僕はいつもここにおると。そういえば私スマホを変えてからタイプ C のイヤホンゲットできてなくて一生歌えないんですよねそういえば長浜ラーメン、わー食べたい食べたい。2月個別生写真をなつきちゃん購入するよ、ありがとう。そう、そのあのクマみたいな猫耳の生写真はその東京から来てくださった生写真のヘアメイクさんにまさかの写真撮ってもらっちゃった。どうぞ、あ、すいません、あの写真撮っていただいてもって言ってヘアメイクさんがなんと写真を撮ってくれちゃうという展開。なっちゃん明太子好きだから本場の明太子食べれねって。食べたーい、明太子大好き。あと博多通りもん大好き、絶対お土産で買ってきて楽屋に置く。そっか、タイプ C になったんだね、さすが15、さすが15、嬉しいですね私15だっけ、15だよね。もつ鍋ね、そうだよね、福岡もつ鍋ですよね。通りも食べたことない、食べた方がいいよ、あのもうねはっってなる、美味しい、本当に美味しいんですよ。もう味を思い出した、味を思い出して食べたくなっちゃうからやっぱ今から行くしかないあ、ななみさんも好きなんですか、博多通りも美味しい、本当に美味しいです。自分も最近15になりました、おおめでとうございます。私なんかさカメラ3つついてるやつ使ってみたかったな、待て、15プロ発売初日からです私が今ちょうど言ってたカメラ3つのいいな、絶対画質いいよ、もちろん普通のも画質いいんだけどもうねすごいすごいよ、カメラ3つついてるだけで。今のスマホってすごいですね、映画のカメラみたいになるんだもん。三日月屋さんのクロワッサンも美味しかった、また食べたい。そう、アイドルは画質命、本当にそう。一回これインスタにあげようかなって思ってた画像がめっちゃガビガビで
そう、画質がねすごい良かったらいいんだけど。この前のひなたんとのツーショット最高に綺麗だった。ありがとう、ひなたさんとのツーショット。自撮りを撮る時のコツ、なんかもう手がその角度に行く。このくらい、私はいつもこのくらいの角度で撮ってる。このくらいで、なんかちょっと傾けてちょっとこうなると漏れる漏れるっていうか、なんかバランスが良くなる。こうだとなんかほんと照明写真みたいになっちゃう。そう、目線より上に持つ。このくらい。盛れる自撮りの角度。でもやっぱりいつもこう撮るからさ、こっち側が映るよね。こうね、なんか難しいんだよね。難しくて、なんか。なんかね、首がおーってなるのこっちから撮るとたまたまこっちが利き側でよかったんですけど、こっちから撮るのね、なんかね難しいんだ。集合写真撮る時のカメラ役、そうなんです。ここだっていう時にみんな写真撮ろうって集めるから、私が結構撮ることが多いです。おしゃべり会の時いつも照明写真みたいになってなるよね。そう、確かに今日も正面ですね。今日も気がこっち、私左右で顔違うの。一緒やないかい失礼しました。なんか思った以上に一緒で、一回ね違ったんだよ見え方がだから今それをね見せようと思ったら全然変わらなくってすいません自撮りなんておしゃべり会の時しかしません。あ、本当？え、でもしないよね普通に過ごしてたらさ。私も NCT になるまで友達と一緒にたまに遊んだ時撮るとかはあったけど、ソロで撮るとかまずなかったからね。今はもうアルバムの中いっぱい自分がいるの。でも私の千葉のお友達も、あの私の活動を知ってくれてて応援してくれてるから全然不思議に思わないし、なんか今の子たちってすごくて本当イケイケなんですよ。なんか B リアルってわかる？なんか若者が楽しむアプリなんですけどあれなんて説明したらいいの？全国のみんな同じタイミングで通知が来て、なんか3分以内に内カメと外カメで写真を撮らないといけなくて、つながってる人同士で今何してる、どこにいるが分かるっていうようなアプリが流行ってるんだって。それを友達がやってるから、もう友達も結構自撮りするようになってて、だからこの間3人で遊んだんですよ。3人で遊んだ時に全然もう一回みんなの自撮りタイムありましたからそれぐらいなんか進化してるんだなと思って。私多分普通にアイドルやってなかったらそのノリついていけてないって思った。今は共有みたいなのを重視する。うん、そうね。今日何時まで？あ、でもあれ？もう2時間話したみたい。そろそろ終わるかな。すごいよね、みんなうまいんだよ撮るの。さすが。あなたも若者あ、待って、そうだ思い出した。ニコニコ生配信の時、3部始まって「始まりました、大人メンバーです」って言ってた時にさ、コメントで何件かスイスイ出ちゃダメでしょみたいな書いたの誰ですか。スイスイ19歳だよ。なんか
ちょうど私の座った位置がすごいモニター見える位置で、イエーってやってた。あれスイ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 映っちゃダメですよみたいなめっちゃ書いてあったそう、今年から大人メンバー入りで、去年は出れなかったけど今年は出れました。そう、あれここにいるの、スタッフさん止めないと。そうだからね、私は夜遅くまで楽しみましたよ。大人です。そう、去年まで高校生で、今は大学1年生の代ですね。アイドルしてなかったら大学通ってた、こうやって通ってたかな。ちょっと待って、ランドセルお似合いだよってランドセルお似合いじゃない、ランドセルなんてもうないですよ。恐竜リュックは飾ってますね、恐竜リュックでって恐竜リュックで大学通うわけないでしょほんとだ、そうなの、私お誕生日4月だから、4月というか5月寄りの4月だから、あ、そうそうそう、生誕グッズ、いや聞いてください、生誕グッズ、あの多分まだまだ全然販売されない、そうなんですよ、昨日生誕グッズの紙をもらってきたので、間に合うかな、これって大丈夫、私も思って、そうすごくタイムリーなんだけどさ、不安で仕方ない大丈夫かな、大丈夫かな、え、そう、でもなんか来ないなって思って焦って、なんとなくデザイン決めてたから、18日の公演の時に提出できるかなちょっと焦ってるんだけど、大丈夫かなこれ、でもまあまあまあ4月といっても27日だからね、間に合いますよね、間に合いますように。生誕祭の開けたら、その時着れたら、みんなが着てくれてたら嬉しいなって思って届きますように。3月のメンバーは今月20日頃から、あ、そうなんだ、じゃあ来月の20日じゃない、30日ぐらいなのか、まあ間に合ってくれたら嬉しい。いや、芋虫じゃない、あ、でもね、 T シャツの色決めてなくて、色どうしようかな、悩みますね。そう、去年は白で使いやすいかなと思って白にしたの。そうそうそう、私個人的に可愛いなって思うのは薄ピンクなんだけど、みんながどうかなって思って今考え中です。そう、お誕生日土曜日みたい、だからね、迷ってる今で、薄ピンクでとか言って全然違う色になってる可能性もありますよみんなピンクで把握しちゃってでピンクじゃなかったらごめんね
何がいいかな。そうピンクってやっぱり桜を連想するから、4月それもいいなと思いました。生誕グッズ出た時ってさ、ワクワクするよね。グッズで NGT48 のグッズが出て、生誕グッズって言ったらもう絶対見ちゃうもん。どんなデザインかなって言ってこれ拡大してうわいいねいいね、タオルどんな感じかなみたいなめっちゃ確認する。黒になったら夫もいい。確かに、でもさ黒も黒で着やすいよねきっと。ピンク着づらい。でもどうなんだろうね、生誕祭アフターパーティーの選曲。確かにこれから思い出公演になるのか。こんばんは。そう背中の大きい文字がなくなってた、知らぬ間に。確かに黒合わせやすそう。黒でさ下にスカート履いたら文化祭の女の子みたいになりそう。まあこんな感じでじっくり決めていこうと思います。そうそうそう、去年のね私の後からなくなって、ルア、あ違う、私かはまであって、ルアからジョジョジョっていう文字になってた。ね、思い出公演だね。でもやっぱり二十歳ってとってもなんてすごいおめでとうの年だから、結構考えないとな、いろいろ私っていう感じの集めよう。そう背番号あれね、そう DMM とかで見るとすごい後ろで目立つよね最初のおばあちゃんの時とか背中ですね、すごい、あこれ誰々さんのファンの方でって、黒ってステージから見て自分の生誕で、ああ確かに確かに色があった方がステージから見たら見つけやすい。確かにそれはそうかも。確かに身分証明書を持ってた方がいいねって。生誕祭の時はみんな着るから色を特に考えなくていいんじゃないって。確かにそうですよね、ステージから、うん、だってもうペンライトが、そうそうピンクと黄色、あのペンライトがもうめっちゃ目立つんですよ、ピンクと黄色って。私の目ではすぐにパッて入ってくる色だから、ピンクと黄色にしててよかったって思った。あと私は紫、みみえさんの紫黄色とマシーさんのオレンジピンクと結構見分けついてる、見分けついてるよ。たまに間違えてマッシーさんのファンの方とかにヤッホーってやっちゃうんですけどそれついこの間の私ですね。なんかよく見たらオレンジだったね、そうオレンジがねちょっと似てるよね、わかる。紫が充電切れてくるとピンクっぽくなる。あーなるほど、充電によって色が変わるんだ。へえなるほどね。あマシさんもたまにお互いにね、お互いにあれどっちかなってなってるそんな時もある、そうだよね、そんな時もあるよね
そう、本当にペンライトあるあるで。わかる、萌の生誕って、あのね、萌の生誕って生きてる皆さん光ってますね光を放ってます劇場では。黄緑がすごく目立つの。なん、あのね、三条の、なんていうんだっけ、学園祭みたいな、あれちょっとなんか言葉出てこない、行った時めっちゃ黄緑連番しててめっちゃ萌えだったすごい、黄緑ってあんなに目立つんだね、意外だったかもしれない。萌えな本当によく目立ちます。確かに黄色も目立つ。ただ私の好きな色の雰囲気がさ、薄いホワーンってしたやつだったから、好みで言ったら目立たなくなっちゃうのかな。黄色もいい、確かに黄色も、あ、リリノの生誕ティーみたいな色目立ちそうですね。まあでも服目立つ目立たないというよりは、私顔パスでもう把握している恐怖、顔パスで把握しているのでってちょっと恐怖です。緑系とオレンジ系確かに目立ちそう。単色、うん、なんかね、洋服とかも単色が多いですね。ペンライトよりも顔を見てほしさはある。ペンライトペンライトはね、まあ、ペンライトはなんとなく位置でこう視野でキャッチするんですけど、顔見てるよ。そう、顔認証。あとはお見送りの距離が半歩近くなりました。どうですか、近くなった感じする？新春公演がめっちゃ前でやったんだよね。話しやすくなった、あーよかった。私さ、声が通らなくて、私マスクしてないのに声が通らなくてよく「ん？」って聞き返されちゃうんですけど、あの頑張って喋るので聞いてください。確かにあの新春公演がめっちゃ近かったの、近すぎたよね、しかも3周したよねお見送りメンバーが多くなった、それもありますね、それもあるし、なんかやっぱり距離が遠いなって思ったからちょっと前になりました。そう、お見送り、そうなんですよ、皆さんは4期生のお見送りをこう経て私たちとお見送りするんですけど、ちゃって見たらみんなうわーみたいになってみんなもう目がハートになっちゃってうちわとか作っちゃってすぐ次のメンバーになっちゃうね。まだ釣られてないよまだね、まだ釣られてないよ。すごい、もうみんな温かい見てて面白いですけど、そう、うちは持ってたりスケッチブック見せてたり、かわいいねとか言ってたりかわいいねって言ってた。
日曜日行くけど推しが多いからお見送りが本当。じゃあその時の運ですね。みんな揃うかもしれない。お、気になってる子いるの。まだ3期すら始まってないですからね。あれ始まってるでしょ、始まってるでしょ、聞こえてる。なつきちゃん大人の対応です、大人の対応ですね、みんな温かいですねって言ってるから。パーティーの時全然、パーティーの時どうなんだろう、パーティーの時どうでしょうか、ちょっとわからない。まだ4期生はまだ名前もなんだろう、名前覚えてなくて困っちゃう。もうしっかり好きじゃん困っちゃう言ってる、困っちゃう言ってる、うわー、こまちゃんのファンだ、こまちゃんのファイターね。え、そう、わかんないんだよね、ミニ劇場もどういう感じになったのか。いつの間にか4期生全員名前覚えました。あれおかしいな、いつの間にか覚えられるようになったんですね。でも分かる、困っちゃうって言いたくなるよね、分かる。4期生はアンナちゃん、おお、アンナちゃんです。アンナちゃん推し、日曜日はどんぶらこ、おおおいいね、みんないいよ、その調子だよみんなもうすっかり4期生ちゃんも大好きになっちゃって、もうね、みんなのね目がキラキラしてるもん、いつも。でもみんな素敵な子なのでぜひ応援してあげてください。この子も忘れないであげてくださいこの子を置いていかないで。4期メールは全員取ってるけどまだそこまでガツンとは生きてません。おお、じゃあ公演とか見たらキュンって来るかもしれないね。こっそり枠は磯崎奈々ちゃんです。おお、あー、奈々ちゃん写真撮りましたよ私。いいでしょういいでしょう。奈々ちゃんね、そう、お披露目の自然渋滞でセンターしてた子で、意外と小柄なんですよ。なんかクールそうな感じかなって思って写真撮るとき声かけたら、なんかクールっていう感じじゃなくてふわふわしてて可愛かった。最初の印象とね、実際の印象が結構ギャップあってかっこよかったです。ジュナちゃんとのツーショットはまだ撮ってないな、まだ撮ってない。ツーショット撮れたのはメリーちゃんとももかちゃんとナナちゃん、ちょっと進んだよ私、ツーショット撮っちゃったよ。4期生の推し祭、確かに推し祭私も覚えなきゃ、4期生ちゃんの。ちゃんとコールしそう、もうコールの練習まで。スイスイちゃんも可愛いよね。あれ、スイスイちゃんいいと思いますか、スイスイちゃんいいですか。いやー、いいと思います、スイスイちゃんでお願いしますそう、ビッグウェーブ、今度は自分で波を作れるようになりました。
スね、4期生のスイスイちゃんもいいですよね。みんな、え、もうスイスイちゃんのおしさい覚えたの？みんなに寄り添う月になりたい、やってもらいたい、いいよ。やったことあるかな、ないかな。ねえ、前座いいですよね、やっぱり。でもみんなのことをもっとどんな子か知りたいっていう方は、ショールームっていつ始まるのかわかんないけど、なんかそういうところでちょっとずつどういう子かふんふんってしながらスイスイちゃんを押す。もちろん4期生も見てほしいですよ、見てほしいけど、見てほしいけれども、置いていかないでください。私をちょんって置いていかないで。確かに、あ、そっか、4期生はまだチャットが始まってないんだ。そっかそっか、待って待って、4期生のチャットっていつから始まるんだろうな。深読みしそうでした。でもきっとみんな登録する。いいよ、登録して、登録していいよ。4期生はピンク仕様、わかりますよ、それアンナちゃん。3期生から始めます、よろしくお願いします。またなんか4期生のお話とかもできたらいいなって思うんですけど、まずはナナちゃんとの写真、メリーちゃんとあげちゃうね、みんなに。それじゃあぼちぼち壇上を読みます。13位からぴょん、お、13位、マリーハルさん、ありがとうございます。12位、ハヤトさん、ありがとうございます。11位、ブンちゃん、ありがとうございます。10位、タカチャピピピさん、ありがとうございます。9位、カンちゃん、ありがとうございます。8位、タメヒロさん、ありがとうございます。7位、なおくん、ありがとうございます。6位、あさゆきさん、ありがとうございます。5位、とみのすけさん、ありがとうございます。4位、みーさん、ありがとうございます。3位、まーくん、ありがとうございます。2位、すーさん、ありがとうございます。そして1位は、るーさん、みっちーさんです。ありがとう、皆さん見てくれてありがとうございました。ありがとうね、たくさん喋ったね。でも今日は私時間の流れゆっくりだから、この後もこんな感じなのでよろしくお願いします。じゃあみんな今日はゆっくり休んでね、スイーツ部もお楽しみに。バイバーイ。